さあそれじゃあですね方言ニュースいってみましょうか今日の担当は上地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いします <laughs> はい、はい、さあご通用動画の中間にておわち見せみさて昼夜6月のとか旧歴内南の国名中や軍後の軍日にあっとい中琉球新報の記事から内南ニュース打ちていさびら中のニュースを 艦砲射撃を語る弾劾崖でのニュースやいびんゆでナビラ中澤栄蔵琉球大学名誉教授らが糸満市のマブニの丘周辺の海岸断層街や珊瑚礁が沖縄戦の艦砲射撃で破壊された痕跡の状況をドローンで撮影し 平和記念公園案内所で開催中のパネル展で写真を公開しています。中澤映像琉球大学名誉教授、新シ,シーターが、うん、一万のマブニの丘、無為の近くの海岸断層街、お断層街、おちりバンタとの、うん、ンゴ礁、イノ伊イノウが、んじゃるサチムイクサウティ。 漢方射撃さんに家畜をさっとる後おの有様、ドローンさんに打ちさい生平和記念公園案内所うとてうて無優そうるおのパネル展うとうておの写真みしといびんひるそういび中津さんは展示で知識を得た上で実物を観察し鉄の暴風の実態を理解してほしい と語ります中澤さんの生ミストル昼ルソル写真にち足うちなの,の戦のこと分かってからあの,う,のうちばんだんふちばん探偵じゃいにじいねうちなの,の鉄の暴風の本当の姿か分かって知りようちか片やびん5日には中澤さんが現地で報道陣に向け えー、パネル点と海岸線の断崖やリーフに残る艦砲射撃の痕跡について説明し艦砲射撃で崩壊した断崖や転覆した岩リーフに開いた穴が穴などが平和の石地周辺や県平和記念資料館の展望等から確認できました。えー、ジャルルコガチのグニチ、ね 中田さんがお報道のおチュンチャンカイパネ,ルパネルテント海バンタのフ中ウトてティイノンカイノクトウルウ漢方射撃の痕跡アトニチーィティ話ししみそうやにお漢方射撃さんにくじりたる縁とかドゲリトるルイワシまたいろんなかかいある口あちおる穴が 平和の礎のところからまた県平和記念資料館の展望と物見から確かめられやびた中田さんは崖周辺に集中的に漢方射撃した状況がうかがわれる住民らが隠れていると想定もあったかもしれない平和の礎を訪れる修学旅行生らに すざましい攻撃の痕跡を見てもらい現代では想像しにくい艦砲射撃の実態を理解してほしいと述べました。中澤さんの「淵のまん延会うほうく艦砲うっちゃんちうまわりん」「住民らがチュヌチャーがクトんちアメリカや若東丹んちん歓迎ラリン」 この平和の一時タジニティチュール修学旅行しーターンライウスマサルウの漢方の後ミシティから生の言うてや関係ららん漢方射撃の奮闘のあ有様わからしぶさんちお話しそういびん県平和記念財団の松川常務理事はマブニの住,人住民から体力がある住民は 海岸の岩場の陰に隠れて生き延びたと聞いた岩の破壊の痕跡から科学的に沖縄戦を分析するのは新しい視点だと語りました県平和記念財団の松川常務理事さんの「まぶにぬ血の茶」からクンチナール町「くんちなるちょう海旗ののし岩の草暗んかっこ屋に一抜くたん」。 ビン。おの死のクリトル後からうちの戦調べるんでまたくれまた生まジネネランらんしやいびやんおのパネルでのいくル2ヶ月2日のえだのイグマシやい予定計画やいえ観覧は無料です。んじゅただじのじやびら 昼夜漢方射撃を語る弾劾のニュースえー、六日の琉球新報の記事から打ち出されたまた水曜日にユシレビラにヘイデビルはいどうもありがとうございました、えー、今日の担当は植地和夫さんでした